ドを速くして松村右から佐藤、ふわっとしたボール、ツーだー、津田の同点ゴールが決まりました。これで長野同点2対2。今は津田がよく動いてフリーになりました。ゴール前で待っていた津田のヘディング一閃、ここは松村の仕掛けから佐藤悠基、その佐藤がクロス上げて少し鹿児島のマークが遅れてしまいました。津田がゴール右すぎ、またここもアンジュース触っているんですが書き出すことはできませんでした。